ではね、続きの方やっていきたいと思います。反省遺伝の3番目の話をしていきます。でね、ちょっとね、ちょっと服変わってるから分かると思うんだけど、ちょっといつもと違う場所で撮ってます。それで、隣の教室でちょっと他のサークルがね、ちょっと今新刊時期で新刊をやってる風なので、途中でわーとかわーとか入るかもしれないけど、それはね、皆さんがね、合格して大学でやってください。なんかそのぐらい盛り上がってます。先生もちょっとね、盛り上がって頑張っていくので、ね、よろしくお願いします。よし、じゃあやってみますか。反省遺伝3番いきますよ。反省遺伝といえば、X 染色体上とか Y 染色体上とか Z とか W とか性染色体ってあるやつよね。性染色体のやつの遺伝です。いきますよ。 X 染色体上、これ来ました。問題でこうやって与えられたら、あ、これは反省遺伝の問題だなっていうのが分かるわけですね。 X 染色体上に、はいはい、目の色を決める遺伝子エラージェードスモレーがある。ああ、そうですか。でちなみに、関係はこうなっているそうですよ。はい、ラージェードスモレーがでもなっていると。で、目の色どうなのかなって見てみると、ラージエーだと赤色の目、赤色の目だから赤で描く赤目で、スモールエーを持ってくると白目、あ、これ多分黄色症状部ですね。人間で白目って言ったらちょっと怖いからね。ハエの目が白色になりますよっていう話です。じゃあいってみますか。まず、じゃあ例題の1番、例題の1番、なんか変だったな、例題1番例題1番、例題1番、例題の1番、例題1番いきますか。見える1ってこうすればいいですね。例題の1番いきますか。ですね、どうしようかな。赤目の純系って何だったかなと。純系のメスと白目のオス。目っていう字違いますね。難しい方ですね、きっと。ごめんなさいね。難しい方って目こっちだね、きっと。まあごめんなさい、これで引かせてください。まあ、赤目の純系と白目のオスと掛け合わせたらどうなるかなという話でした。じゃあメスを考えていくよ。メスって XY、XX どっちだった？メスは XX ですね。メスは XX でした。OK。で、さらに純系で赤目で、純系赤目なので、どっちも同じ遺伝子型。ホモですね、ホモ。純はホモだったので、どっちも赤目のやつ、つまりラージエを2つ持っている。OK? 純系だから赤目だから、ラージエが2つあるよ。なので、X 上にラージエがこう乗ってる感じ。イメージいきます？細胞があって、お母さんからもらったやつとお父さんからもらったやつがあって、その上にラージエがこう乗ってるイメージですね。で、どっちも X って書いてあげると。OK? で、原子分裂したら、できるのはってすぐ分かるよね。原子分裂したらこれができるよねってのも分かるはず。OK。なので、ここからできるやつは、どんなのができるのかなって言ったら、絶対に、X 上に A が乗ったやつができますよね。大丈夫ですか ?OK。じゃあ次、オスはどうだったかなっていうと、XY でした。OK。で、今回こっち注目です。X 染色体上で、X 染色体上なので、X 染色体だけに乗ってます。白目、X 染色体に白目が乗ってるってことだから、これがスモール A っていうのが分かりますね。そしてこの Y。Y にはどうなのっていうと、書いてないです、Y にはね。Y には書いてませんよ。なので、Y は、何も書いてないのでぐちゃぐちゃっとしてますか。先生、それ、バツイしようと思ったんだけど、バツイするとさ、X と間違うので、ちょっとぐちゃぐちゃにしておきます。何も書いてないよと。何も書いてないです。OK? じゃあ、これからできるのどうなのかなって考えるよ。これからできる、何ができるのかなって考えるよ。さっきと同じ書きますよ。これからできるのなのかなっていうと、よいしょ、いきますか。これからできるやつはですね、X と Y があって、X 上にスモール A が乗ってる。X 上にスモール A が乗っている。で、Y には何も書いていない。OK?
ケー、ワイには何も書いてないんだよ。ワイには何も書いていない。オッケー、見えます、見えてます。よし、じゃあこれが原生分裂どうなるかって言ったら2パターンあるね。一つは X のがポーンって乗ってって、それに乗ってるスモール A もついてくるとパターンができるよね。で、もう一個、これともう終わります。もう一個、もう一個パターンができて Y の方が飛んでくるパターンがありますので、原生分裂するとスモール A が来る方と何も書いてない方が来る方がありますよ。 OK、 なのでどこかな、 XA の方が Y ぐちゃぐちゃっていうのね。 Y ぐちゃぐちゃ、何も書いてないやつ、いいでしょうか。 OK、 でこれで合体しますね。どうしようかな、ちょここに行きますか。よいしょ、ごめんなさい、皆さんこの下についてるね。これが T だったら次こっちが F1 来るのかな。うん、じゃあこれ合体したらどうなるかなって考えますよ。絶対にどっちもごめんなさい、よいしょ、できるのに次の F1 もメスと押すわけで考えますよ。いいですか、メスと押すわけで考えます。で、メスの方が XX、オスの方が XY、 ここまでは確定ですよ、絶対一緒ですよ、毎回ね。で、どうなるかなって見ていくと、まずじゃあこっちから見ていくか。絶対にメスの方の、メスの方のやつを確定しますから、メスの方は X 染色体にラージ A が乗ってる、 X 染色体にラージ A が乗ってますから、ここからピョン飛んできてメスの方にも X ラージ A が入るし、オスの方にも X ラージ A が入る。こっちは分かったと。で、こっち側のね、2つパターンあるね。2つパターンあるね。で、X の方がもし入ってきたら、メスからもらった X とオスの X が合体するので、XX の形になるよね。もう一回言うよ。メスからもらった X とオスからもらった X 合体するので、XX の形になります。つまりそれはメスね。OK？ もう一回言うよ。メスからもらった X とオスからもらった X。どっちからも X と X を割ってくると XX の形になるのでメスになります。つまり今これとこれが戻ってきたね。ってことは XA、 OK。 オスの方がどうかなっていうと、オスは絶対 Y が必要なので、オスが Y が必要なので、この Y 染色体をもらってくるね、この Y 染色体をもらってくるね。つまりこれは Y ぐちゃぐちゃですね。 OK、 OK。 でこれ見ていくと、ほらラージ A スモール A だね。ラージ A スモール A だから、どっち勝つんだったかなと見てくると赤目の方勝つので、これは赤になると、アンバーのメスになると。で、オスの方見ていくと XY なんだけども、ラージ A しかないのでこれは赤目ですね。 OK、 分かったかな。 OK、 ここまで分かったら結構大丈夫ね。よいしょ、じゃあチョークに持ち帰るのでちょっとお待ちを、待ってね。よいしょ、よし、じゃあ黒板になりましたのでチョークを持っていきますか。じゃあ次の例題2番いきますか。いきますか、例題2番。例題2番はどうしようかな、白目、白は青色にするんだっけ。白目のメスで赤目、赤目のオスにしますか。赤目のオス、じゃあ考えていきましょう。これ掛け合わせたらどうなのかなって考えていくよ。メスは何度も言ってますが XX でした、大丈夫。そして白目なので、白目なのでスモール A だね、スモール A、 白目だからスモール A です。なのでスモール A を持ってなきゃいけない。しかも白目が出てくるってことはラージ A スモール A じゃまずいよね。スモール A、スモール A じゃないと白にならないよね。これは前やったら OK だと思います。なのでこれは絶対にスモール A、スモール A です。ラージ持ってたら赤になっちゃうもんね。だからスモールしか持ってませんでしょうか。次、オス、オスはもう確認すると何だっけというと XY、 はいはいはい、XY で、赤目なんだからこの X がラージ A 確定ですね。これスモール A だったら白になっちゃうもんね。うん、で、前には何も書いてませんよ。じゃあこれからできる配偶詞を考えましょう。これからできる配偶詞、うん、同じだよね、どっちとっても一緒なので、できるのは X スモール A しかできないですね。 OK、 X スモール A のやつしかできませんよ。次、
次じゃあ、こっち。こっちはまた2パターンの話ですね。XA と Y ぐじゃぐじゃですね。この2パターン、こっちかこっち、どっちかができるという話でした。よし、じゃあ、いきますか。ここからいきますよ。下書けないので、先生はこっちいきますね。はい。また F1 考えていくと、こっちっていいですか、まあ、ごめんなさい。はい、F1 考えていくと、まあ、メスとオスどっちもまたできますよと。で、メスは XX、オスは XY。ここまでは一緒ですよと。OK? で、メスの X はどうかなって考えていくと、この X と、この X を持ってくるしかない。言ってみてわかりますか？ XX にするためには、こっちからも X 持ってくるしかないし、オスからも X もらうしかないので、これとこれを運んでくるわけね。それを運んでくっつけるとどうなるかっていうと、こうなるのかな？別に逆でもいいですよ。逆でもいいですよ。OK。で、ラージとスモールがあるので、どっちが勝ってるのかなって確認すると、ラージが勝ってるので、これは赤目になります。大丈夫ですか。じゃあ、オスの方がどうなるかなって言うよ。オスの方ね。まず、じゃあ、Y から考えようか。Y。Y。Y は、オスからもらうしかないよね。メスの方に Y はないので、お父さんからもらうしかありません。お母さん持ってないからね、Y ね。お父さんから X を持ってきます。なんで、これを持ってくる。Y はぐちゃぐちゃですよ。じゃあ、お父さんからももらっちゃったので、お母さんから X もらうしかない。お母さんから X もらうしかない。なので、お母さんの X をもらいます。お父さんから Y もらったからね。お母さんから X もらいますよ。なんでこうなるかな？お、これは、スモール A しかないので、白目になります。いいでしょうか。赤目と白目を合わせたんだけど、オスメスで結果が変わるよね。赤目と白目を混ぜたのに、オスとメスで結果が変わるパターンなんてあるんですよ。OK。ここまでできましたね。あとは、問題をやっていくとできると思うので、センターの肛門にちょっと当たってね、やってみてください。もう確認すると、問題文に X 染色体上とか書かれてたら、こういう風なね、オスとメスを分けて遺伝を考えなきゃ、ちょっとお話が変わってくるよって話でした。OK。X 染色体上の遺伝のお話でした。ですね、センターの肛門、先生多分いつか解説すると思うので、その時また、この染色体の問題一緒にやりましょう。じゃあ次の動画に進みます。